塗りを。探して買える競馬ブックネットショップ、スマホでも。障害ファンの皆さん、こんにちは。こんにちは。今週は明日5月30日京都競馬場で行われる京都ハイジャンプについてお話しします。私、関西の障害本誌担当の山田です。研究ニュースで関西の障害本誌担当してます岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今週からね、ローカルから、京都にやった障害レースも久しぶりって感じ、久しぶりって感じでもちょっと、ね、楽しく予想もしましたけど、はい、で今日ハイジャンプ、明日ね、ハイレベルな、ちょっと個性的なメンバーだね。そうですね、うん。でね、コースとしては、はい、3930メートルで京都の、順回りですけど、向こう上面の入ったところからすぐスタートして1周して、2周目で大障害コースに入って、はい、もう1周2周半のコースになります。最後に直線に、障害はありません、はい、というコースですね、はい。なんかさ、やっぱり今年のメンバーで大障害がグランドジャンプ組から、ちょっと参戦があったのが一つポイントだと思うんですね。やっぱり上半期の目標はやっぱり、ね、グランドジャンプだったと思うので、はい、そこの目標を終えてからここに至るまでの1ヶ月半の調整でどうなってるかというのがまずポイントだと思うので、筋量は63キロからそれぞれ減るので、はい、楽になるんですけど、それとあと京都と中山のこう障害の、ね、こうコース設定の違い、やっぱタフなコースと、障害って言ってもね、京都のこの、ね、コースにしかないあの体験なんかそうそうそう、登って降りてみたいなのがあるけど、はい、ね、その中山の起伏の激しい距離も タフなコースと、京都ハイジャンプはやっぱちょっとスピードが要求されるの で、はい、でなおかつですね、今年っていうか、この障害のローカル主場になってから今年さ、京都で障害5くらいしかやってなくて、はい、2月22日以来の京都開催の障害なの で、はい、もう芝がおそらく絶好コンディションでそうですね、早い時計が出る可能性が高いと、そこがまずポイントですね、はい、2つ。そしてさらにね、重賞で勝ち負けしている、実績馬がね、中間にこう長期休養を挟んでるじゃん、はい、シゲル重役とかロールプロスパーとか、はい、その辺のこう能力比較か状態比較も難しくて、はい、そういうことをいろいろ考えてると結構難しいね、この人。そうですね、と思いました。で、その分考えることもたくさんあるんですけど、はい、岡田さんの本命は。僕はね、今山田さんがおっしゃっていろいろこうたくさんこう要素あるんですけど、そうそうそう、考えるともうキリがないので、ポイントとしてはやっぱり、はい、実績をもう上位に取ろうと、はい、キャリアで、はい、うん、それと、実績の次にコースの相性ですよね、コースを得意としてるかっていうのを取ろうと、はい、そういう順番で考えて、やっぱり上位に取るのがやっぱり5勝、ね、G1 2勝して5勝もしてるアポロマーベリックだとか、シゲル重役4勝ですよね、でマサライト4勝、メジロさんのルールプロスは3勝と5勝ですか、で、その中で、今ポイントとしては申し上げたんですけど、それを上位に見立てながら、なおかつ 今期っていうんですかね、前走の、G1 中山、グランドジャンプで、やっぱ2着に来てる、はい、ソンブレロっていう馬ですよね、この馬の最近全然こう負けて勝ちくらこそねちょっとないんですけど、全てこう構想してるんですよ ね、 そうね、大体安定して飛んでますし、で、はい、さらに僕はちょっとポイントと、さっき筋量の話もありましたけど、中山グランドジャンプが63キロで出て、このメンバーに出てきて G1 2着ね、してんのに60キロで出れるっていうのはやっぱりちょっと有利に映るので、目標はあくまでもこの中山グランドジャンプに置いてたと思うんですけど、それでもやっぱり体調面とか考えてもこの60キロっていうのはちょっと有利と思うので、はい、これを馬券の中心にしたいなと思います。京都コースの相性っていうのはどう思った？京都コースの相性っていうのは、この中で言うとね、特に目立つっていうのはやっぱりルールプロスパーだと思うんですけど、それ以外はそれほど特にっていうことはなかったんですけど、今回その先ほど話にも出てましたけど、時計が速そうだと、馬場がいいの で順回りっていうのはやっぱりね、速い時計が出やすいと思うんですよ。でこのソンブレロっていう馬が時計対応できるかなと思ってちょっと考えたんですけど、
これエイシンホワイティの2着で 1,2,3,4 走前ですかね、はいはい、順番でもね、はいはい、でこの時エイシンホワイティこれレコードで走ってるので、レコードの2着でこれ叩き合いの2着で後ろを離してるんですよ、ね、ロングスパートか、そうですね、でもうギリギリの2着なので、まあ、左回りと右回りっていうねちょっとあのコース形態の差はあるんですけど、まあなんとか早い時計でも対応できるんじゃないかなというその見立てもあってソンブレロをまあ本命というか中心にしたいなと思います、はい、確かにまあそうね、そうですね、あとじゃあ対抗は、そうですね、で対抗をどれにするかで考えてもうそこで先ほど言ってた実績っていうことで、まあね、G1 2勝は伊達じゃないぞっていうところ、アポロにしたのか、アポロマーベリックを、で、はいはい、はい、でこの馬も、関西に牽引生初めてだよ ね、初めて見られる生で、そうなんですよ、こちらで生で今更初めてなのっていう感じするんですけど、でこのところ5着5着に来てるんですけど、やっぱり G1 2勝もしてしまうと、みんなの目標ですから、常にレースはやっぱりしにくいと思うんですよ、で、今回は少し、まあ人気もちょっと下がるだろうし、少し、まあ楽に競馬ができるかなと、で、まあ、G12 勝っていうのはやっぱりこの中で言えば実績的には飛び抜けてるので、やっぱこれも軽視できないなっていうふうに思って対抗にしました、はい、やっぱりアップトゥーデートがいかにもこの馬にきっちりつけて、やっぱりこうびっちり来られる展開だったのできつい形はきつい形、そうですね、でちょっと心配なのはアポロマーベリックってすごい能力もちろんすごい高いけど、春と秋にずっと走ってたんです、はいはい、それ目指して走ってたんでちょっとこれぐらい暑い時期ってどうかなと思って、ちょっと今暑くなってきてるし、2年前ぐらいに夏バテで休んでる時もあったので、当日まあそういう、こうパドックの気配とか顔とかはちゃんと見ておきたいなと思って、そこはちょっと思いました、はい、あとはその次に、まあ、実績と、京都コース順回りが得意だというルループロスパーですよね、この馬多分、まあ、僕は花切ると思ってるので、この馬が、後ろの馬たちを、どう逃げるやと思う、ね、結構スピードつけて平均的にこう、後ろがついてこれないっていうのかな、引きつけないで逃げる、結構なスピードで逃げて、もう後ろの馬たちが足を使わざるを得ないような、道中もね、結構なスピードで使わざるを得ないような展開だと、後ろから詰めてこられないまま、そのまま回だとソンブレロがちょっと嫌な展開、ね、そうなんですよ、後ろの馬たちは多分嫌、だと思うので、だからそういう展開になると、もうあっさりっていうこともあると思うんですよね、去年ね勝っとるからね、去年はまあまあそこそこのねいい時計で勝ってますので、この時 もう全く圧勝でしたから、そうただちょっと心配です、心配事が結構多いんですけど、まあそのまあ一つ年を取ってると見た目には別によく見えるんだけど、あと頭数が増えてるじゃん、去年9頭立てやから、であと筋量が1キロ増えてるでしょ、去年より、でメンバーも去年より強いでしょ、強いですね、そこがちょっと4個心配だったんで、私は本命にはしなかったんだけど、まあ対抗なんですけど、それでもちょっとそこの4個ちょっとこのまま頑張ってほしいなと思うところで、ただね私展開は実はいけると思うんだけど、アポロマーベリックがさちょっとやっぱり本調子にないかもっていうようなレースをしてて、コメントも実際前走時にね、前走時にそういうコメントしてて、で茂重役とかもまあおそらく1年7ヶ月ぶりで平地1回叩いてるもんやから、そんなにめちゃくちゃ自信持った状態では出てこない、これないと思うので、そうすると意外とルールがすんなりいったらアポロ茂がついたらそのままでなんか行きそうな気がする、ガリガリはしないような気がする、そうするとまあルールが引き離して逃げればそれでもペースも速いんやろうけど、まあ、隊列はそんなガリガリにはならんかもわからんなってちょっと思ってんだけど、どうやろうね、まあ僕そのガリガリ最初からこうやり合って速くなるペースじゃなくて、全体的に流れが緩まずに、こうシゲル重役、僕の見立てでもルールプロスパーシゲル重役の順番だと思うんですけど、アポロマーベリックがどこで仕掛けるかっていうのもちょっと問題になりますけど、そのままで平均よりちょっと速いぐらいかなというペースで、しまいまでずっと来られると、後ろの馬は多分足を使えないので、それがもうルールプロスパーに最高の展開、ね、はい、なるほどね、やっぱ白浜騎手この馬とバッチリな、だから他の茂重役とかアポロマーベリックがもし途中でこう入れ替わる立ち替わりなんていうレースになると、もうソンブレロの展開だと思うんですよ、もう前がバッ
バッタリっていう可能性が十分あるので、うんうん、ただこの3頭が平均的にずっと、うんうん、平均ペースより少し速いペースでずっと同じようなペースでずっと最後まで来ると、うんうん、ソンブレロとかでも、うん、自ら動いて詰めていって抜かして前にっていうことがしにくいような気がします、うんうん、ただもしかしてもう一個展開を書きながら思ったんだけど、はい、こう後ろの馬も後ろの馬でおるから割と長い隊列になるかもね、はい、上がっていくのに馬はそんなにたくさんいないかもしれない、こうさばいてさばいてっていう団子にはならんかもしれんけど、うん、ただ順回りなんでいつこうないからそこですよね。 で、まあ、幅場がいいと、まあ、そこがポイントか、はい、でルールプロスパーが3番手、はい、でその次はその次はもう今言ってたあの前に行ける茂る重役ですね。うん、まあ、ババアが良くて全体的に割と時計も早いと、うん、早いだろうという時計の決着で、うん、ということになると僕はもう前に行けるあとは茂重役、うん、マサライトも好意で多分出ると思うし、うん、あとダンツミュータントも前の方で競馬ができると思うんですよ、ね、私コスモソユーズもそんな感じ入れたけど、うん、だから、まあ、今回この中で、まあ、印をつけなかったアルトバンとか、うんうん、まあ、例えばファイヤーとかっていう後ろから明らかに足をためて後ろから来る馬っていうのはちょっと展開的には辛いなっていう僕はそういうふうに、はい、じゃあ馬券どうやって買いますか、まあ、私ちなみにアルトバンはちょっと距離伸びて印を打ってるんですけど、はい、まあ、馬券僕はもうね買うんだったらもうソンブレロがもう特に人気するっていうことだと、うん、もうこれは3着は僕外さないと思ってるので、うん、でもあえて頭で買わんでもってこと、はい、うん、だからそうですね、うん、これを中心に、うん、まあそうですね、どれくらいつくのかがちょっと予想できないんで、うん、オッズを見ながらだと思いますけど、うん、ソンブレロをそうですね、うん、マルチの3連単で1頭で、うん、あともう絞って、うん、アポロルール、うん、シゲル、うん、そうですね、あと、まあ、マサライトをつけるかどうかっていうところでもしたいと思います、うん、まあ、マサライトも11歳で超ベテランでね、はい、レースも上手やけどちょっと距離もこの相手でもう3連単、うんうん、マルチ、はい、結構いく、結構いきますね、それでもいくので、もし、マイナスになるようなことだったらもう上の3つであ、なるほど、わかりました、はい、そうですね、まあ、馬場ね、そこがポイント、馬場と展開と駆け引きとね、そうですね、まあ、ジョッキーもね、うん、どういう馬たちっていうのはもうここまで来るとです、ね、ね、自分の客室とか相手の客室も分かってると思うので、そう、ね、あまりこう無茶はしないと思うんですよね、うん、最初からガリガリっていう展開はないと思うので、うん、スタート次第だと思いますけど、冷え、うん、巧者がたくさんいるレースなので、やっぱりこうキャリアも多いし、はい、巧みな秘訣を皆さん観戦していただけたらと思うんですね。メンバー的にはかなりね、レベルも高いし面白い、天気もいいし、はい、無事に全部秘訣できると思い、ね、できるといいと思います、はい、では当日競馬場で秘訣、精鋭14頭の秘訣を楽しみにしてください、はい、ありがとうございました。